ゃ綺麗にニキビできてない。なんでーと思いつつ、今日はですね、ショートカットにして変わった朝の準備撮っていきたいと思います。というわけでこちら本日の寝癖でございます。はい、一周回りましょうか。こんな感じになっております。ショートにしてからね、毎朝寝癖ガチャって感じですね。今日は寝癖度これ 70% ぐらい、もっとやばい日あるの、もっとバーって日もあるし、逆に寝癖度 20% ぐらいのこう割とペターって落ち着いた日もあるのね。日によって全然違うんです。で、朝の準備のね、順番も変わったりとかして結構変化あったなと思ったので、今日は記録したいと思います。ちなみに今ね、ここオレンジ、昨日ねお家で染めたんですよ。美容院行って1週間ぐらい経ったら結構抜けちゃったので、これを使いました。パイモアスペクトムカラーズオレンジです。結構しっかり色入りましたね。まあ、こういう色を入れるとね、お家でもこういうケアをちょこちょこやるようになります。長い時は落ちてもそこまで気にしないこと多かったんだけど、今ショートで、しかもこのちょうど前髪のとこ色入ってるので、抜けるとね結構あ抜けたなーっていうのが目立つ感覚があって、美容院にねこまめに行くのも OK なんだけど、今染めたいんだっていう時があるので、そうなると私はお家でねこうやって染めれるように1個持っとくっていう感じです。で、朝はね、私洗面所に来て昨日使ったタオル、使ったらちょっと干しとくんですけど、これをですねここにセットします。朝ヘアセットとかで手がベタベタになったりするんで、これですぐバーって拭けるようにここにセット。とりあえず起きたら歯磨くんですけど、その時にこれフォームローラーなんだけどね、スイッチ入れるとドゥーって震えるの。これを足に挟んでお尻の穴をキュッて締めて、この状態で歯磨きとかヘアセットとか身支度をします。もうこれは私が美容で参考にしているでおなじみのビューティーザバイブルで見たんですけど それを見て買ったのね。で、普通にコロコロしても使うんだけど、朝足に挟んでブルブルってすることでこう流れを良くする、血流なんだ、血流の流れを良くするんだっけな。でも体がこう巡る感じがするし、目が覚めるのでね、これめっちゃいいです。ちょっと今日は撮影しながらだとこれうるさいのでちょっと置いときます。普段はもうずっと挟んでます。だからこれもね洗面所にこう置いてあるの。というわけで朝はとりあえず歯磨きで、まだ手にクリームとかそういうのが何にもついてない状態でコンタクトを入れるようにしています。コンタクト入れたらね目が覚める感じがするよね。朝さ、スキンケアとかなんだかんだいろいろやると手にいろいろつくでしょ。で、洗ってもなんかちょっと私雑なんで残ってたりして、その後コンタクト触ると目になんか入った感があるので、いつもねいろいろする前にコンタクトを入れるようにしています。で、洗顔、ちょっと前まではね拭き取り化粧水だけにしてたんですけど、最近やっぱニキビが気になるので朝も洗顔することにしました。オルビスユーのフォーミングウォッシュです。この洗顔料は泡立てネットなしでも結構しっかりもっちりね泡立ってくれます。マジニキビなくなれ。そんな風に念じながら最近は毎朝洗顔をしております。で、顔を拭くときはタオルじゃなくてこういうペーパータオル、紙で押さえるようにしています。なんかタオルとかだと洗っててもちょっと雑菌が残ってるんじゃないかなとか、もうすごいこの辺に悩みすぎて最近敏感なので、こういう紙の方が一枚一枚ね新しくて清潔なんじゃないかということで、こういうのを使ってついでにそのままこの辺とか掃除してます。一応ちゃんと流して拭いたつもりなんですけど、もしかしたら残ってるかもと思って、雑な性格なもんで、なのでこれ使います。無印のクリアケア薬品拭き取りローション、コットンも無印を愛用しております。現在これでさささっとね洗い残しないかなーっていう感じで拭いていきます。で、スキンケアがトランクエレファントの B ハイドラインテンシブハイドレーションセラムと C ファーマフレッシュデイセラムっていう日中用美容液、プロティニポリペプチドクリーム、これを全部手にのせて手のひらで混ぜる。これで塗ります。
一回一回塗るんじゃなくて、これはもう混ぜて使ってねっていう商品なんだけど、混ぜて塗るからこう塗る回数が少なくて済むんですよね。塗る時の摩擦を少しでも少なくっていう感じでね、まとめて塗っていきます。でちょっとしばらくサボってたんだけど、最近はショートにしてからこのライン、フェイスラインとかこの首周りとかそういうのがすっごく目立つようになったなって思ったので、ちょっとでもむくみ取ってすっきりした顔になりたいと思って、こう塗ってね、まだ浸透してるとこっていうの、まだペタペタしてる状態の時に顔のマッサージをするようにしています。定番でやるのは耳回しですね。これね、存在忘れてたんだけど、昔の自分の Get Ready With Me の動画撮ったらしっかりやってて、私超やってたじゃん、頑張ってたじゃんっていうのを思い出して、最近また取り入れてます。これでね、もう一気に流れを作りたいですね。むくみを取れろ、逆回しもします。あとは最近ね、あの強さ乳突筋っていうワードがすっごく気になっちゃって、一時期超、ね、石原さとみんさんの強さ乳突筋が綺麗だみたいな、鍛えてるっていうので話題になってたと思うんですけど、あ、それ出したいなと思って、で YouTube でいろんなね、こう出す方法みたいな動画を見て、とりあえず朝ね、こう伸ばしてます。こう手を置いて、なんだっけなまだね研究中なんだけど、やっぱいつも動画見ながらだから、どうしてだっけ、だって置いて逆の方を向いてこう伸ばすみたいな、なんかいきなり鍛えるんじゃなくて、まずストレッチしろとか、そんな感じみたいで、はい、伸ばしてみたりしています。あー気持ちいい、あーいいわー。もうストレートネックなんでやんばいんですよね。もう少しでもこの辺を綺麗にしたい。そう、伸ばした後は揉んでます。私の強さ乳突筋どれって思いながら揉んでます。結構難しいんだよね探すの。なんか前は結構顔面をいろいろさ、マッサージとかしてた時期もあったんだけど、そうするとなんかね、将来的にたるむみたいなやつとか読んで、もう何が正解かわかんないと思ったけど、ちょっとあんまり顔面は触らず、こういうところで少し効果が出ればなと思いますね。まあ、強く擦るなってことだと思うんですけど、あとはなんかこの辺押したりはします。目のむくみが取れるように、うーんって、ここのくぼみに手を入れて、うーんってやります。なんかなんとか言ってる間にね、スキンケアが肌に馴染んだなと思うので、ニキビケアペアアクネクリームダブル。私ニキビに悩んでる割にニキビのお薬持ってなかったよと思って、昨日久々に買ったんですけど、昔からねずっとこれですね、ニキビのお薬。ちょっとパケを捨てちゃったんでここには書いてないんだけどね、これ塗った後にその上からメイクしてもいいよって書いてあって、それは結構都合いいなということで、これをずっとリピしてます。まあ、なるべくね上にメイクしたくないけど、どうしてもしなきゃいけない日ってあるじゃないですか。だからメイク上からしていいよって書いてくれてるのが安心感あってね、これをよく使ってます。さあここからやっと髪の毛のセットなんですけど、あ、そう、あのね、ショートにしてからヘアケアアイテムを全部洗面所に持ってきたんですよ。前までリビングにあるメイクワゴン、 IKEA のワゴンにもうヘアケアアイテム全部入れてたんですけど、ショートにしてからね、この後ろのさ、シルエットとかを見ながらセットしたいっていうのがあって、それで全部こっちに持ってきたの。ここの鏡が三面鏡になってて、こうさちょっと閉じ気味にしてセットしたら全部見ながらできるから、そっちの方がいいなと思って、あの髪が長かった時はね、別に後ろとかちゃんと見なくても、まあ、最悪結べばどうにかなるみたいな感じだったんですけども、見ながらじゃないとダメだね。ちょっと軽くツアーします。洗面のこの鏡を開けるとこんな感じでいろいろ入っています。ブラシと、これはドライシャンプーですね、オイルとかバームとか香り系のものと、洗い流さないトリートメント、ムース、またなんかワックスとかそういう系ですかね、いろいろあるものを詰め込んでます。でここの引き出し開けたらドライヤー入ってます。ドライヤーも前はねリビングだったんですけど、こっちに持ってきました。本当はね、髪の毛乾かすのってお風呂場のすぐ横の洗面所じゃなくって別の部屋に行った方が乾きがいいみたいなんですよ。洗面所ってお風呂の横だからさ、お風呂上がりだと結構湿気がやばいじゃないですか。で乾くのほんと長い時時間かかってたんで、もう少しでも早く乾かしたいと思ってリビングでいつも乾かしてたんですけど、今の長さだとね洗面所に持ってきて正解かなって感じです。やっぱ鏡見ながら乾かしたいし、まあ、短いからねそこまで時間かかんないんですよ乾かすのも。だから別に洗面所でもちゃんと乾くからいいかなっていう感じで置いてます。あとはストレートアイロンとお手
もね、こっちに持ってきました。で、いよいよヘアセットをしていきます。どうしようかなって毎回悩むんだけど、マジでヤバい時はもう一回全部濡らすんだけど、今日別になんかこっから修正効きそうなんで軽く濡らします。あの、植物にお水あげる時用の霧吹きで自分を潤してあげます。これね、ミストが細かくていいのよね。これで軽く濡らしたのでドライヤーで調整。ドライヤーかけるときはただ大雑把に乾かすんじゃなくて、髪の毛をねちょっと下に落ち着かせるような感じでかけています。で、今日は前髪のここを立ち上がらせたいなって思うのでクリップで留めて、これで少し風を当てます。これするとちょっとぐちゃぐちゃだけど、ほらちょっと立ち上がりできました。そしたら前髪を巻きます。日によって違うんですけど、今日は前髪を巻くスタイル、挟んで外に、ロングの時と一緒です。ここは今日はこんな感じでいきますけど、ピチってさせたい時もあって、それもやったことあるんだけど、結果的に私の癖毛だとどうしても時間経つと湿度とかで髪がうねり始めるので、あんまりピチピチさせるヘアスタイルはしないかな。もうちょっと乾燥する季節になってきたらやりやすくなると思うんだけど、最近まだまだ残暑で湿気を感じる日が多いので、どちらかというと癖を生かす方向でねやっております。で、表面も別にこのままでもいいかもしれないけど、私の髪質だとちょっとこうチリチリしてるんですね。痛みと癖とで表面があんま綺麗じゃないので、表面にツヤを出すって意味で全体を軽くアイロンかけます。勝手に癖がそれなりに出てくるので、まあ、自然に身を任せようかなっていう感じですね。今日はすっごいくるくるってしたい日もあるし、ピタってしたい日もあるけど、この後ろがね結構ここが癖が出やすいんで、まあ、無理に直さずですねあんまやばい時は逆にもうみんなくるくる巻いちゃうんですけど、今日の感じだと軽くお手で整えて、もうこの襟足の跳ねるのはほっといちゃいます。これ整えてもどうせ後で湿気があると跳ねるので。で、これアースハートナチュラルオイルっていうヘア、ボディ、ハンド全部使えるオイル、これを全体にわーっとします。で、今日は前髪はこう残しつつ耳にかけて後ろとかにピピッと入れて、で、スメールナチュラルバーム、ヘアトリートメント、ハンドクリームって書いてあります。これ取って、で、さらにちょっとツヤを出したいなってとことか、まとまり欲しいなってところつけてね、調整していきます。でも本当結構無計画セット今日この服が着たいからこういうヘアアレンジをするって決める日は決めますよ。でも特にそういう用事がない日はその順番が逆で、今日この寝癖だったからこんな感じのヘアセットにしてみました、じゃあそこに合う服を選びましょうみたいな、そういうのが増えましたね。かなり今もこうやってセットしてますけど、割と普段いつもあんまり考えずにやって完成してから服考える。でもさ、耳に両方かけるとかさ、こっちだけちょっとかけないで見るとかさ、それでもかなり表情が変わるので、毎回どれがいいかなって楽しみながらねセットをしております。このトップのところは少し高さ出したいんで、一回グワって持ち上げちゃって、で、この辺、私鉢が膨らみやすいんで、この辺を撫でて整える、高さ出してここは抑えるみたいな感じです。ちょっと秘宝というか今焦ってるんですけど、普段だったらここでパパパってやって終わりなんですけど、今日撮影しながらだからすっごい時間かかっちゃって、なんかもう汗が止まらなくてどうにもこうにもです。で、そういう時ね、湿気多い日とか絶対必要なの、これブリュースオーポイントリペアっていうヘアスティックですね。これはお馬さん用のマスカラかなっていうくらいでっかいブラシがっていうんで、こう前髪のとこ、こういうとこね時間経つとファーサファサファサーってなるんで、こうまとめるのにね使ってます。この辺の産毛ちゃんのアホ毛ちゃんみたいなのがねすごいんですよ。あとトップのアホ毛ちゃんもやばいんで、これでそれを押さえます。あとこれ紹介したい、これ紹介したい、シャネルのチャースオタンドゥルヘアオイル、これめっちゃいい匂い、前も紹介したか、プレゼントでいただいてからめっちゃ愛用してる、これマジいい女の匂い、オイルなんですけどいい匂いだから、ちょっといい匂いこっから出しとこう耳の後ろからフェロモン出しとこうみたいな感じでつけまーす。というわけで髪の毛は完成です。一周回ります。はい、こんな感じです。はい、今日のヘアセットは60点ぐらいなんかうん
うんうんって思いながらやってたんですけど、撮影してる今日ね、実はこれから雨でして、まあまあ湿気がやばいね、どうせうねるかなということでこの辺にしておきましょう。でさっき使ったスキンケア、これあのシーファーマフレッシュデイセラムっていう日曜美容液、これね使った時は日焼け止めの使用をおすすめってなってるんで、これ塗ります。プロ業務用 UV クリーム、別にこれ塗っても塗らなくても塗るんですけど、日焼け止めをね塗って、でそのままこの後はね軽く化粧しようと思います。あのちゃんと出かける時だったらちゃんとするんですけど、今日お家なんですよね。でも最近はちょっとダイエットしようって思ったりとか、美意識上げてこうっていう期間なので、まんますっぴんで一日家にいることは減りました。なのでちょっと今から最低限メイクをしていこうと思います。下地がビムビューティーのキープコンフィデンスプライマー、これでちょっと鼻周りとかね、この辺りを塗って、あとは顎も塗りたいんだけどニキビは避けます。今日はお家にいるので、ちょっとこの辺は塗らずに置こうかな。全然さっきのニキビの薬は上からメイクしていいよってあったんだけどね、一応ちょっと大事な撮影とかがあるわけではないので、ちょっといたわりたい。そしてリムビューティーのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキット、ライトベージュです。とこのマリリンセットでね、最近は肌を仕上げております。このパフがさ、先っちょちょっと細くなってるから、この小鼻周りとかが塗りやすいんだよね。パウダーは NARS のライトリフレクティングプラズマティックパウダー、ちょっと爪で引っかいてかけちゃった。これをさささささと塗りまして、で最近はですね、少しシェーディング入れるようになりました。 NARS のラグナブロンジングクリーム1番のライトブロンズ、これをブラシに取って、このフェイスラインの影のところに入れます。そんな前からしっかり見えるわけじゃないんだけど、逆に前にしっかり入れると入れた感が出ちゃって、なんかこけて見えるのも嫌だっていう、すごいなんかお前どっちだよみたいな、小顔に見せたいけどこけたくはないんだっていう難しいところでして、ここだけ今入れてます。この影の部分で影を強調させるみたいな、入れたら首の下の方に伸ばしてなじませてます。で眉毛ね、私アートメイクしてるんですけど、ここだけちょっと薄くなってて少し足します。エトボスのミネラルデザイニングアイブロウペンシルのレディッシュブラウン、こっちペンシルで反対側開けるとアイブロウがついてるんですけど、だいたいペンシルの方を使うかな。ここを足して、ちょっとねイケメンになりたいの、やっぱショートにすると私イケメンになりたくなるのね。コメント欄とかもなんかみんなさ、優しいからさ、可愛いとか綺麗とかさ、ショートにしたらさ書いてくれるけど、イケメンって言われるのが一番嬉しい。だからちょっとねキリッとしたいんだよね。こっちもしっかり形を出してキリッとさせたい。あと今日この後お家でお仕事をする日なんですけど、眉毛ねキリッてした方がね、自分はできる女だみたいな感じの気分になってやる気が出る。アイメイクはもうほとんど落ちるだけなんでしないんですけど、軽くデイの時のアイメイク、エトボスのミネラルアイバームアイモッカブラウン、これはアイカラーでもあるんですけど、目元美容クリームとも書いてあるんで、日中のね目元ケアにいいかなと思ってこれのせます。ほんと軽く。アイライナー、クリニークのインパクトリキッドアイライナーダークブラウン、まず目尻ぴょんやって、で軽くまつげの隙間埋めるくらい、ちょ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 ぴょん。今日なんかすごい長くなっちゃった。ちょ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 。ボム&HA フィックスマスカラの3番ロングヘーゼル、この夏はこのマスカラがかなり活躍してくれました。ウォータープルーフだし、めっちゃ汗かく時期も安心だなーって感じで、まつげもね一本一本綺麗に伸ばしてくれるんですっごい良かったんですけど、そろそろね新しいの欲しいなーって思ってて、今ねどこのやつ買おうかなって迷ってます。これを上下に塗っていきます。リップは今日これ塗ってみよう。マックのリップスティックチリ東京、初めて使うっぽい。だからあ、マットで、マットでもないか、セミマットぐらい、なんだろうこれ、
チーク塗るの忘れてたから、これをほんのりほっぺにも塗っちゃおう大作戦。あのね、このぐらい目元薄めでリップきっちりみたいなのが最近の気分ですね。なんか今日動画撮ってたからノリでマスカラもしたけど、ほんとマスカラしないか、ほんとにうっすら軽くにしといて、ちょっと中性的な感じの顔にするのとか、ショートにしてからまたハマってて、すっぴんにリップだけとかの日も多いです。でも動画撮ってたら楽しくてどんどん化粧してしまったはい、というわけで結局なんかメイクしてたら楽しくなっちゃって、ちゃんと着替えちゃいました。今日特に出かける予定ないです。ピアスまでしちゃったよ。でもやっぱショートにするとね、ピアスがすっごく映えるからね、最近またちょっと新しいピアス買いたい欲がうずうずしております。こういうでっかい系いろいろ欲しいな。てか聞いて、なんかいろいろやってたらさ、汗かいてきちゃってさ、結局やばいの見て、このうねうねこの表面のはさ、まだ巻いた時のコテの感じ残ってるんだけど、こう中が汗かいちゃって、もうやば。でもこれで隠しますもうほんとちょっと今日湿気やばーって感じですけど、まあこれが私のショートにしてからの朝の準備の様子という感じで、だいたい髪を決めてからそれに合いそうな雰囲気のピアスとか服とか決めてくっていう感じですね。ちょっとまたしっかりちゃんとお出かけするよって時はなんか撮りたいなと思います。その時また別のヘアアレンジとかセットもね、紹介できたらいいなーということで、日々研究してまいりたいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。またねー。